顔としてボサボサですね。どういうこと？はぁー、やばいやばい、付き合わせた、付き合わせた、嘘でしょ、嘘、やばいやばい、はい、すごっ、いや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 、です、髪伸びましたね。あー、はい、もうボサボサですよ、今も顔としてボサボサですね。どういうこと？と一緒で。どういうこと？はい、変わらず。まあなんかこの前こちらのね、アクロスでしたっけ？いや、違います、違います。スマイルプさん。わざとでしょ？スマイルプさんで、兄貴のもと、こんな面白い髪型にしてもらったんですけど、一線超えたら、なんか、振りちぎれるって言ってたんですか、僕。あー、言ってましたね。案の定、もう自分から振りちぎりたい。おー。これよりもってことですか？これもやばいことになるらしいんで。はい。僕もまだ知らないんですけど、今日どんな髪型にするのかな。まず色から。はい、色は水色です。はい、いいですね。でも水色です。はい、この色ね。もとは髪型なんです。はい、それ以上あります？一つだけあるんですよ、このように。このように坊主。おじゃす、おじゃす、強いっす。おじゃす、おじゃすじゃない、パリコレしかいないですね、水色の坊主。なんで坊主に STBC やってるじゃないですか。もう長さがうざったいんですよ。あ、もううざいんだ。そう、どちらも坊主で、かつ奇抜に。そうそうそう、坊主でなんか素晴らしい、一石四鳥ぐらいありますね。本当にもうおしゃれ、だるくない、はい、洗いやすいみたいな、奇抜で、もう奇抜すごいんですよ、本当に。目立つみたいな、はい、足跡残せるみたいな。そう、いろいろ、いろいろあるということで、水色坊主にリボンさんが変身ということで、はい、お願いします。自分からですもんね。今日だから目隠しとかじゃないですよ。もう志願してるんですよ。懇願してるんです。やりたいの。タイトルもついにこいつ頭いかれました。ということで今日もよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。お願いします。いきなり狩るんですね。間違えてなし。間違えてなしはやばい。間違えてなしはもう。さすがにさすがに。今回はちょっとね、経験者。今日もちょっと狩るだ。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、緊張する。高校ぶりの坊主。お願いします。ああ。やばい、付き合わせた、付き合わせた、嘘でしょ、嘘、やべえやべえやべえ、ガチなやつだ、ガチなやつだ、クラリじゃない、これガチなやつだ、ガチなやつ、これでも、でもこれおしゃれになるやつですね。全然長さちげえよ、9ミリとちげえよ、やばいやばいやばい、すごいな、9じゃ全然長いな。あ、待って、オレンジから黒になった、一気に模様替え。急に坊主現れて、急に黒が現れて、なるほど、すごくね。そう、なんかね、そう、今まで坊主嫌だ嫌だ言ってたけど、一周回ると坊主でもいいやになってくる。デメリットっつったら、謝罪の時に効果がなくなるぐらい。そう、もうすでに、すでに坊主だから。全然違和感ない。これでもいい、終わっちゃうな。終わりでいいっす。嘘でしょ。どういう尖り方。どういう種類の尖り方。つまりが来ると面白さが。後ろの剥げ方をちょっと俺は後ろすげえことになってる。ごめんね、さすがにこれだけは目隠して、ここだけ間違っちゃう。マジでわかんない、どうなってるのか。え、兄貴、これは修復可能のないんですか。無理です、無理です。無理いただきました。まだここだよ。さっきだ、今日はさっきで俺結構出っ張ってんすよ。正義肉、正義肉。これだけなんか6、3みたいな、徐々にまあうまくちょっと階段みたいにして、まあそれが美容師の仕事だと思うんで、僕は。明日には入りきらんば飛ばせのダメ終了ごめん遊ばない。はい、めちゃくちゃだな。これありで言ってます。これありちょっと、俺の完成図からかけ離れた。俺の未来予想図から壊れた。俺の未来予想図から壊れた。どういう尖り方なの。どういう、何、こっちにこうやっておけばいい、こっちにこうやっておけばいい、こうやって。こっちの流行がいけますね。どういう尖り方なの。あとはじゃあ、プロに任せます。はい、言っちゃっていいですよね、ほんとに。いや、全然言っちゃっていいですね。外派ないっすよ。いや、そういう尖り方しないんで。外派ねしないっすね。そう、外派ねはしないっす。やべえな。ちょっとマジで写真で見たいくらい。わー、髪の毛たちがこれボールできるの。
べえなマジで半端ないなここは。とりあえず綺麗には枯れたんで、だからここは色入んないですもんね。もだからここだけ黒の空間が生まれるんですもん。そうです。1本だけこの髪の毛視聴者プレゼントしよう結構くんじゃないですか、ね、いや、これ結構くんじゃないですか、ね、これは。いや、これを求めに来た時点でちょっと、あ、大丈夫この大丈夫その子みたいになる。熱いですよ、お客さんを坊主にするのブリしまーす。直ブリーチみたいな感じですもんね。直ブリですね完全に短いから抜けやすいとかないですもんね。あ、でも、抜けやすいですよ、多分リーチ剤が弾かれるあ、冷てぇ直だから冷てぇ冷てぇでやんすひんやしするでやんすよ。なんだろう、坊主って意外と首元あったかく感じる時あるんだよ本当ですか。熱発してんのかな、すんごいポカポカしてる時ある、首元だけすげえな、雪乗ってるだけみたいな雪なんですけど、いや、雪なんですか雪乗ってんの。水色坊主なんか調べたら、あれが、そう何なんですか。水色坊主調べてて、はい、なんか俺が前好きだったアイドルなんですけど、え、そうですか。あれっす、あの、お前どうせしちゃってビスっす。ビス？ビスだ、ビスだよ。今ビッシュって流行ってるじゃないですか。あ、なんか名前が聞いたことあります、ね。そのグループ解散して一人のメンバーが単独で活動してるんですよ。女の子なんですけど。はいはいはい。その人がずっと坊主なんですよ。女の人で。赤とか緑とかはまあワンチャンいそうだなみたいな。うん、いや青も違うなと思って。じゃあ水色にしようと思って。今回。そう、で調べた時にやってたから、ああこんな感じだったらいいや、やっぱやろうみたいな。なるほど。どうも、ひとしまつまとですすごいっすわ。あ、めっちゃすごい色。わー、すごい。あ、すげえ。あ、すげえ。あ、すげえ。なにこれ、やばみ。やばいよ。いや、マジでやばい。じゃあ、終わるまでお楽しみに。はい、ということで、はい、はい、終わったということですね。はい、終わりました。どんな髪型になったんでしょうか。オープンしてください。よっ。はい。はい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 。はじめまして。すごっ。やってるやん。結構ここをたちょっとカバーしてもらって。ね、もうなんかわからないぐらい。そうそう、こんな入るんですね。結構入ったね。2回ブリーチしたのかな。いや、おしゃれよ。おしゃれの極みみたいな。そうだから、ちょっとこれを想像してちょっと今日は青くない。坊主極めよ、俺髪の毛ね。生まれ変わりました。生まれ変わ、完全生まれ変わった、これは。今日からちょっと生まれ変わらされて、こんな自ら生まれ変わる。殻をぶち破いて。ここのお店で坊主初めてっぽくて。初めてでした、兄貴。こんなど真ん中、原宿ど真ん中、おしゃれな美容室でわざわざ坊主連れていない。スキルアップに繋がったみたいでよかった。いや、本当にありがとうございました。まあまあ、僕もこんな感じで。あ、結構短くなってイケイケにしてもらったんで。隣に俺がいるから。皆さん、このアクロスまで。違う、スマイループ。皆さんもスマイループさん、はい、ぜひ来てみてください。お願いします。土屋翔健さん、はい、土屋って言えばこのお兄さんにやってもらえると思う。はい、ちゃんと言ってくれる。すげえいい、すげえいいロレックスの時計してるんで、まだお金持ってると思うんですけど、こびてください。はいはいはい、勘弁してください。ということで、じゃあ2本とも生まれ変わったということで、皆さんチャンネル登録がよろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画にしましょう。ファイビング、ファイビング、ファイビング。ほんとだ、いい音鳴るやん。普通の人とはやっぱ違うのかな。共同作業というのはね、もう険しい道のり。あ、めっちゃエンジェルやん。すげえ。崩れちゃった、ちょっと。すごい、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 すごい。